ハローハロー。ザビンは湯島でガールズバーアンディを経営しています。私たちと一緒に働きませんか？詳しくは概要欄を見てください。アンディに集え。平本さん、ドセツ2000マジで買ってんの？マジでこれ買ったらマジ嬉しいわ。知名度で大幅に負けてるから、マジで平本に買ってるのはマジ嬉しいよ。これは、いや、それは解説だったら俺の方が絶対上とは思ってるんやけど、質的には知名度で圧倒的に負けてるから。平本に買ってる話は嬉しいな。てか1位かな、スラスターキッズとかにも買ってるよね。平本さんのコメ欄、あ、確かに。コメ欄どういうこと書いてんの？ドーピング注射ばっか。まあしょうがないよね。てか見たからだね、これに触れちゃうけど、あの80キロになってダイエットするみたいなツイートの写真見た？びっくりしたんやけど、体が変わりすぎてて、って思っちゃって、なんか流れ的に見たんやけど、ダイエットするみたいな、明らかに全然違うの。朝倉未来戦と、だってトレーニングせんかったって、一応アスリートやし多少してるはずやし、びっくりするぐらい変わってて、そのポストに対するコメント欄もそのことばっかり書かれまくってた。ちょっとまあ平本の話はいいや、ちょっと試合に集中しましょう。いや、絞れてないだけやと思いますよって、俺ね、アスリートだったか分かるんですよ。だから俺の体そんな落ちてる、そんなち、あ、でも細くなってるから、まあ俺はちょっと今説得力ないか。なかなか筋肉って落ちんよ、普通にトレーニングしたら。なかなか落ちないと思う、そんな2、3ヶ月で。怪我してたらフィジトレできひんやろって。怪我してたって設定だったけど、試合前も。なんか大怪我してたって設定だったことない？デッドリフトやってたけど。まあいいや、もう平本の話どうでもいい。ちょっともうこの試合に集中します。